茶炭公園野球場は沖縄県中上郡茶炭町三浜の茶炭町運動公園内にある野球場。施設は茶炭町が所有し一般財団法人茶炭地域振興センターが運営管理を行っている。施設命名権により2020年3月1日からアグルスタジアム茶炭の故障を用いる。1995年会場以来 高校野球などアマチュア野球公式戦が行われている。また中日ドラゴンズの春季キャンプでも使用され、野球場ではキャンプ終盤にはオープン戦も1から2試合開催される。球場に隣接して陸上競技場、ソフトボール場や室内練習場、サブグラウンド10人が同時に練習できる投球練習場などがある。2020年2月12日、 那覇市に本社を置く求人沖縄が命名権を取得し、2020年3月1日から5年間の契約でアグルスタジアムチャタンの故障を使用する。那覇市より車で約40分、最寄りバス停、北ヤウンド公園野球場。三浜アメリカンビレッジ南口、系統62番、3考、バスマップ沖縄。落合博光が監督に就任した2004年のキャンプ前に、 落合監督の指示により、まずは8人が同時に投げられるプルペンに回収されたが、現在は先日の通り10人が同時に投げられるブルペンとなっている。中日、茶丹町と読谷村が継続へ大奮発。中日大島、2億円の電光表示板に感謝。茶丹公園野球場のスコアボード、ネーミングライツパートナー及び愛称が決定しました。 チャタン町2020年2月17日プロ野球、中日の春季キャンプの球場は、アグルチャタンに球人沖縄とチャタン町が、ネーミングライツ契約琉球新報2020年2月17日。ありがとうございます。